どうですか高橋君、最近は春になりました、はい、4月で熱血も一月ぐらい経って、はいはい、熱血テレビサタデー一月経って、うん、ようやくなんかね、うん、スタジオでこうおしゃべりさせてもらってても、うん、なんかあの、うん、板についてきたかなっていう感じが、もともと板ついてますからねもともとついてますからね、この人は。でもね、あの忙しいね、あの1時間5分が時間がないの。クイズすごいな。え、あのあれ、みんなもらえる、みんなもらえるんですよ。あ、それはもうお肉、この番組の合成の食事券もらえますけどね。いや、もらえますけど、それもすごいよ。すごいよ、ね、すごいね。あの山根幸男さんって言ったら僕あの、うん、中に戻しますから、うん、当たってもあ、この方ダメやったっつって、ね、ダメでしたよは54年生まれ、釜之助さんですね。隣の県と言いますか、私は青森ですので隣は道、すなわち北海道の話になります。私が小学2年生だった昭和62年の春、父がいきなり函館へ行くぞと言い出したのです。理由は次の年に廃止が決まっているという青函連絡船に乗るためでした。うん、父と私は弘前駅を出発、始発で出発して青森駅から連絡船に乗りました。船内はまるでもうお祭りのような雰囲気になってて、人がいっぱいなんだろうな。そう、もうみんな乗ろう乗ろう。で、野生のカモメやイルカが現れると歓声が上がったり、タッピ岬が見えてくると誰からともなく津軽海峡冬景色の大合唱になりました。やっぱりその津軽とか、はい、まあその函館、小樽とかっていうのは、うんうん、まあ、俺は行ったことないけど、はい、哀愁があるんだな。あるでしょうね。で、そこから函館を一通り観光し、うん、夜の便で青森に戻ってくるという、弾丸旅行でした。私、東京東村山出身ですけど、すぐ隣が所沢でしょ、うん、隣の所沢、はい、隣のとところと隣のトトロ、次行きましょうかあれあれ、そんな説があるよって言いました。そんなやったら俺に昼飯をご覧ねって言うんだけどそうですか、はい、はがきでいただきました。これ何、ちゃけてる、え、戦前のはがき。いや、そこまで古くない、昭和63年のカモメール。63年って言ったらもう昭和終わる頃だ。終わる頃ですね、うん、くださったのがフーニャンさん、いつもの、ね、方でございます。山口市の方でございますが、昭和の隣の県、私は昭和の隣の県では姉と姉の友達、そして私、みんなで島根県の津和野に遊びに行きました。山口線で、行きました。レンタサイクルを借りまして、太鼓稲荷神社とか、もういろいろ見るものが全て別世界で、ルンルンでレンタサイクルに乗り、島根県って楽しいとルンルン気分、ルンルンが3回出てきたまあ楽しかったんでしょうね。レンタサイクルね、レンタサイクル、だからレンタルっていう言葉を覚える前にレンタを覚えるんですね。わかる。なんで貸し自転車じゃないの。だから気になったわけじゃないですか。え、レンタルサイクルって言わないね。レンタサイクルっていうね、レンタカー。あ、そこか。ああ、レンタルカーがレンタカーという和製英語になってレンタサイクルか。だからナイター今日はナイターじゃのってやつですねその、ラジオネームイニシャル F さんからいただきました、こちらは昭和43年の方、生まれの方でございます。昭和の隣の県ですが、自分は父の転勤でいきなり宮城県の仙台市から福岡に来て、博多駅を降りて感じたのは、あまりにもバスの多さに度肝を抜かれた記憶があります。バスセンターがね、あそこね、あ、そうか、今でもね、今もね、うん、どんどんあのビルに吸い込まれてきますもんね、あのバスが。はい、あのさ、俺らのとこのバスっていうのはつい立っちゃったら来るわけよ。普段マスのバスとかあったら、うち方すぐバス停がすぐ近くだったから、はいはい、でそういう広島とか、はい、まして福岡、福岡、うん、そこに行くと番号が振っちゃるわけよ。そう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 、何番のあれに乗ってください、はい、みたいな感じじゃないですか、はい、しかも遠い、ね、そこまで行くのが、ね、十何番とか行くのが、そう、一旦地下でも入ったら、うん、そうそうそう、大変なことになる。でしかも山口に行ってくれるのが遠いとこにある、うん、不安になりません、それでずっと不安金が足りるもんじゃないかとかいろんなことが、ね、あの昭和の時代っていうのはもうです、ね、さあそしてこちらね、いい写真が来ましたね。 SL 山口号とのね、うん、男の子、半袖 T シャツ半ズボンの男の子4人が目の前で写ってる写真なんですが、スマイルとペコさんからいただいています。これもなんかあげて、うん、あげてって、もう帽子がいいよ、帽子がいい、
ほら TH と近鉄バッファローズだ。はあ、ね、近鉄バッファローズは弟さん、うん、はい、で、スマイルとペコさんは西武ライオンズのあの青い帽子、うん、いい写真ですね。いい写真、夏の天気がすごく良かったんだろうね、うんうん、夏だ ね、半袖で、うん、最初に行ったのは隣の県津和野ですと、はい、おばあちゃんの家が山口駅近くにある、よく、SL を見に行ってました。とある夏、大阪のいとこたちと津和野に行くことに、なりました。あ、いとこなんだこのね2人は。大阪だからこれだ。え、あ、だからタイガースなんだ。はい、で SL に乗り、車窓から流れる黒い煙、忘れた頃になる汽笛に興奮していたのを覚えています。今はどうかは知りませんが、昔は一番後ろの車両にデッキがあり、外に出られていました。今もね、最後尾はね、あの外をこう出て、あの覗くことできますよ。あの、ね、インディ・ジョーンズが飛び乗るやつ。そうそうそ う, そ う, そうよくいいこと言うね。これやっぱさ、はい、大阪のいとこ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 、やっぱり都会の子はソックスを履いちゃうぞみたいな。この違い、これもあのホームページ見てください。そうです、このスマイルとペコさんと、うん、弟さんは、素足にズック、うん、だけど大阪の子はソックス、白いソックスで、うん、ズックもいいやつやね。いいやつだから都会はやっぱりよく言いますけどね、流通がいいからね、セレクトするのもいろいろあるわけ、靴でも。そう、うん、でだけどここでさ、はい、その後ろ横にさ、うん、二日酔いの親父が囲んでるよ。本当だ。うう、飲みすぎ、飲みすぎたー。